の翼くん食べログって見ます？食べログは多分結構見る方じゃないですか。あ、ほんと、はい、まあ、やっぱり行ってないお店を参考にしたりとか。そうですね、どうしようかなとかなってる時、だいたい書き込みしてる人の下って掃除で安いと思わないですか？そんなことはないと思います。翼での新田翼です。よろしくお願いします。ついでに言うと、まだ最後に、はい、美味しかったです、ごちそうさまでした、また来ますってやつ大嫌いなんだけど。でも性格はいいと思いますよ。さあ、まさかの全然違うところの大さじ加減だった、はいはい、びっくりしちゃった。何言われるんだろうと思ってたけど、まあでもね、関係ないですよ今回は。そんな話じゃなくて、ウマ娘です。はいはい。で、本日ですね、まあ、うん、先に話しちゃうと、はいはい、僕B プラスランクでずっと止まってるんですよみたいなこと言ってたんですが、はあはあ、とうとうですね、うん、無課金で A ランク取りましたと、はあはあ、の馬が、うん、先にちょっとキャッチコピーっていいですか、はいはい、今言おうと思ったんですけど、ね、うん、これどうなんだろうな。清楚可憐、はい、アメリカ帰りの大和なでしこ、わかりますか？というと、はい、もう清楚可憐っていうのは、はい、全部女の子なわけだから、はい、わかんないんだけども、はい、アメリカ帰りっていうと、まあ、じゃあ外国サンバってことだよね。なるほど、まあ、これしかわかんないですよね、それだけじゃね、はい、じゃあわかんない、はいはい、はい、まあこの子どうだったのかっていうと、はいはい、グラスワンダー。ああ、なるほど、はい、はいはいはい、を、まあ、今回は育成しましたと、うんうんうん、ではじゃあこの子が馬娘だとどういうものなのか、うん、まず、まあ、これいつも言ってるんですけど、うん、実はその覚醒レベルっていうのがあって、はいはいはい、まあ星ですよね、うん、が1から5まであって、うん、でそこの、まあ、凸ですね、ドラクエで言うと、うん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 、とか、あとこれなんて言うんだろうな、まあ、覚醒レベルっていうのが、うん、ドラクエのレベルだと思っていただきたいんですけど、はいはいはい、マックスが5なんですよ。おうおうおう。で、アイテムとかポイントを使って1から5まではできる。おうおう。でこの星レア度っていうのは、おうおう、引けば引くほどピースが集まって、はいはい、そのピースを使って上げれるみたいなのがあるんで、おうおう、最近紹介してても実は僕は覚醒させちゃったりとかしてて、おうおう、初期値が違うってこともあるんですよ。僕が育てた段階での、うん、初期値になります、はいはい、が、これ全部 G プラスなんですね、うんうん、なんで特に特筆したものがないかな、うんうんうん、一応数値だけ見たらパワーがちょっと抜きて出るかなっていう感じ、うんうん、はいはい、これグラスワンダのことです、ね、グラスワンダです、はいはい、で成長率に、うん、まあ、スピードとパワーがちょっと、うんうんうん、上がりやすいですっていうの、うん、でこの適性なんですけど、まあ、芝ですよ、うんうん、芝がえだ、あとは G、うん、短距離は G、うん、マイル A、うん、中距離 B、うん、長距離 A、うん、で逃げは F、先行が A、差し A、うん、追い込みが F と、はいはいはい、なんでまあ先行差し馬、うん、そしてこの段階では利用しようかなというような感じで、でまあこの馬娘、まあ、だからダビスタとかどうか分かんないんですけど、うん、馬娘だとその差し、はいはい、馬の場合はスピードとパワーをなるべく重点的に上げるのが結構重要になってて、うん、案外スピードばっか上げてても最後の馬込みから抜けられなくてとか、あとまあこれパラメーターが何に影響してるかって結構謎なんですけど、うんうんうん、パワーで一応その抜ける力じゃないかと、はいはいはい、根性が案外関係ないんではみたいなこと言われてるんですけど、うんうんうん、まあなんででもこの状態見たらやっぱり差しか先行で、うんうん、でまあロング距離ですよね、うん、長距離系か中距離系かで、このスキルっていうものをこの人が持ってるのが、最終直線、はいはい、で後ろの方から追い抜くと末足を使って速度が少し上がる、はいはいはい、まあ、なんでこの段階でこのスキルはまあ圧倒的に差し専用じゃないですか、うんうん、先行で育てるよりもこのこういうスキルを生かすならやっぱ差しかな、うんうん、でさらにレース終盤で加速力がわずかに上がる、はいはい、これも差し専用のスキルなんですね、うんうん、なんでここでもまあ今差し2票、うんうんうん、で、これがですね今までなかったんですけど、はいはい、馬娘にはこの能力を持ってると周りの馬に影響を与えるっていうスキルがあって、うん、これがどういうことかっていうと、レース中盤に作戦先行で走ってる馬を焦らせて、うん、わずかに疲れやすくすることができるっていう。あ、なるほどね。なんで、ね、おならをして匂いを撒き散らして周りをね避けさせるって。違います違います、マリオカートのバナナとかそういうわけではなくてまあこういう結構まあデバフっていうんですけど、うんうんうん、の能力がある、はい、でグラスワンダーはこれをまず持ってる、うんうん、もう一個もデバフで、うん、レースの終盤、うん、後ろの方にいると、うん、前の前方の人たちの馬をわずかに下げる、うんうん、ただこれは中距離戦限定のスキルなんですけど、うんうん、まあこんなあってもやっぱ終盤、うん、後ろの方から何かをするってことが多いんで、そうなるとやっぱ差しで育てようかなっていうことになるんですね、うんうん、はいはい、というわけで僕はまあ、差しとして育てていったわけなんですけども、これが A になったんですよ、うんうん、これが本当なんですかね、毎回育成ってランダム要素がすごく強くて、どういうことが起こるかってわからないんで、こうしたら A にできるとかないんですけど、でももうめちゃめちゃ運良くというか、でしかもこれ何レースだったかな、14レースぐらい1回のレースで僕は走ったんですよ、一
敗だけで13勝、うん、はいはいはい、無敗もうあわや無敗、うん、その1個も2着とかで、うん、すごいこのまま強いなみたいな感じに、うん、差し切りが本当に強くて、はいはい、まあ、これがこのグラスワンダーだからなのか、うん、育成がめちゃめちゃうまくいったからか分かんないんですけど、うん、でまあ実際になりましたのが、うん、これが強いな A ランク、はい、で2つ名がもう2つ名はすいません分かんないけど、うん、その育成中にこなした異業、うん、みたいなのによって名前つけれるんですよ、うん、でこのグラスワンダーについたのが唯一無二と、うん、まあ異名みたいな感じで、あ、そうです、はい、本当に唯一無二のグラスワンダーみたいな感じで、はいはいはい、でこれスピードが A プラス、スタミナ C プラス、パワーが A プラス、根性 E プラス、賢さ C、うん、でそれ以外は特に変わんないんですけど、うん、まあ、中距離が B だったのが A になって、うん、差しが A だったのが S になってます、うん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 、でスキルもまあとりあえず最後の直線にかけるものをグワーっていって、うん、さっきも言ったデバフって言って相手を遅くするものもつけてるんで、自分は速くなって相手遅くなったキックもぶっちぎりでグワッといく、はいはい、もう今んとこ、うん、まあ今現在ですけどね、うん、この先はどうか分かんないですけど、うんうん、僕の中の馬ではかなりの強豪になってます、うんはいはい、というグラスワンダー、はいはい、でさらにですね、以前動画で、うん、まあ、あのストーリー読みなよっていうコメントを結構もらってるんですね。で僕は育成が本当に楽しくて、で育成に毎回毎回、まあ、ストーリー見ちゃってるとすごい時間かかるんでスキップをさせていただいてるんですよ。ただまあまあ、あまりにも本当に好きだったらやらないよスキップってね。いやどうなのって思う。これはでもなんすかね、まあ、それこそ僕はだからまだ馬娘にはまりきれてないんだと思うんですよ。ういう、ね、はい、パワープロに近い馬育成ゲームとして楽しんでる部分はあるんですけど、まあでもね、こんだけ言われたんだっていうことで、これもまたちょっと長いんですけど、一応じゃあちょっとストーリーをスキップしてるって聞いたんだけど、翼もそういえば、はい、あの、はい、三国無双が好きなんだよね。あー大好きです。あれストーリースキップしたら絶対わけわかんないよね。あれはわかんないです。あれは絶対読んでるでしょ。あれはちょっと一応その確認めちゃめちゃ達成しましたね、はいはい、三国無双とか戦国無双はもう全部読みます。まあすいません、めちゃめちゃ達成しましたけど、はいはい、を読んだんですね。ですいません、このストーリーも2個あるんですよ、うん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 、馬をレベルアップさせ親密度か、はい、使えば使うほど解放されていくっていうストーリーと、うんうんうん、僕がいつもやってる育成用に作られたシナリオと、うん、で多分この方たちが言ってるのは、うん、育成をしてる最中に出てくるストーリーのことだと思うんです、はいはい、ただ今読んだんですね僕、はいはい、なので、本当に申し訳ないんですけど、その簡単な方を読まさせていただきました、うんはいはい、では分かったことが、とりあえずアメリカ生まれですよ、はい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 、っていうことと、この馬に関しては和菓子がすごい好きみたいなんですよ、うん、それ関係ないやっぱりないですよ一応、まあ、それか、当時あのファンとかがね、はいはいはい、あの牧場に、休んでる時に行って、はい、人参あげたりとか、はい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 、そうなったんで、それ誰か和菓子あげたのかな、はいはいはい、あーもしかしたらそういうのがあるのかもしれない急務員さんが、はい、こいつあんこ好きだなとか思ったりとかあるかもしれないですよね、はいはいはい、まあそこかな、わかんないですけど、もうちょっといいですか、はいはい、すいません、ちょっと長くなるんですけど、うん、で、まあ、関係あるかないかっていうの確認なんですけど、うんうんうん、これは馬娘の中では、うん、まあ、デビュー戦みたいな、はいはいはい、なんか一応馬娘はどっかの団体に所属するために、うん、まあ、スカウトレースみたいなのをするんですよ、うん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 、で1戦目で2着だったんです、はいはいはい、これは何か関係ありますか。特になさそう。いやないですね。あ、じゃあこれはストーリーだ、はいはいはい、でまあそれの結果あの2着ってこのストーリーの中では結構すごいことなんだけど、うん、だから あいつでも精神的にもすごい落ち着いてるし、うん、フィジカルもすごいぞ、うん、なんかみんなで取り合いになるんだろうと思ったら全スカウトを断ると、うんはいはいはい、その理由が負けず嫌いだから。あ、負けず嫌いは関係ありそうですか。いや、これもそうですかね、あんま、うん、今この段階ではで、あとこれはおそらく関係あるだろうというの、うん、それは大体そんな感じ、うん、大和なでしこ、すごい女の子、アメリカ生まれの女の子が清楚ですよっていうストーリーなんですけど、アメリカ生まれで大和なでしこっていうのもちょっとおかしい話ですね。まあ、そういうギャップなんですね、うん、なんか親が日本好きみたいなこと書いてるんですけど、なるほど、はいはいはい、で、とにかく一個だけこれはおそらく関係あるだろう、うん、お姉ちゃん怪物みたいって言われるんですよ。あのグラスワンダーのことですか、はい、はいはい、だから怪物的な異名は、あ、まあ、そうです、そうです。あ、なるほど、はいはいはい、っていうことですね。まあ、これさらに言うと7章ある中の6章までしか僕は解放できてなくて、そこまでしか読んでないんですが、とにかく分かったのはそこ、うん、なんで今のところ、まあ、確認した上でこのストーリーから分かるのはアメリカ生まれってことの怪物だと、はい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 、でも実際育てて差し馬として僕はすごく強かったのがまあ長かったです、うん、馬娘としてのグラスワンダー、はいはい、ではではと、じゃあ一体この怪物と呼ばれアメリカで生まれ差しとしてえらい強いグラスワンダー、リアル競走馬だとどうなのっていう、これもねちょっとね長くなっちゃうかもしれないですか。もう長編でいきましょう。あのせっかくだからちょっと言うと、はい、今外国生まれっていうことですか、はい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 、この当時ね、あの今そういう扱いないんですよ、というの外国生まれだなんだって、まあ、一応形上はあっても別に気にしない、はいはい、昔は外国産馬って明確に言われてたんですね。あ、その馬のことを、はいはい、はい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 、これね
競馬で馬名書いてあります、名前が、はいはいはい、その上に丸外って書いてあったんですよ。へー、丸に囲って外国の外の字。これ他にも例えば丸地とか地方の地ですね。あーはは、例えばこの間話したテイエムオペラ王なんか丸市って書いてあるんですよ。市、市場の市ですね。お、これ何かというとトレーニングセールで購入した馬っていう意味なんですよ。意味が、今はもうトレーニングセールが当たり前なんで、はい、そういう表記ないです、はいはい、であとは、丸中、抽選馬の中、それから丸父、これは例えばシンボリルドルフだとか、はい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 、もうあのこの辺りですね、はい、はみんな丸父と書いてあったんです。お、これ何かというとお父さんが父内国産馬、あの父内国産馬って日本で走ってた馬の子供だよって意味だ。はあはあはあ、だからそれぐらい当時は日本の地だけで競馬をしてた。とにかくそれをまあグラスワンダー、はい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 、まあその前にもいっぱいいます、はい、例えばそうですね、まあ新興ラブリーとか大気シャトルとかこの辺りゲーム出てくるんで、大気シャトルは分かります、うんうん、みんな丸ガイなんだけども、はいはいはい、この当時はちゃんと表記した。これは外国の馬ですよ。へー、種付けして、はい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 、うん、向こうでできた馬をこっちへ輸入してるだけ、はいはいはい、外国生まれなんですよね。そういうことですね、はいはい、でこの時すごくまだね日本の競馬界っていうのは閉鎖的で、ほう、まあ、言ってしまえばジャパンカップとか外国馬に開放して本当の外国馬が出てきますよね、はいはいはい、以外はもう基本日本のクラシック競争、まあ、三冠って話したじゃないですか、はいはいはい、これに外国産馬出れないんです。出ちゃダメなんですか？ダメなんです。はい、天皇賞、春、秋とクラシックの競争、すべて外国産馬は出れないっていうルールが。そう、できない。できないです。だから、普通はデビューしたらダービーをみんな目標に掲げるけど、もう外国産馬っていうだけで目標がそこにないんです。出させてくれ。はいはい。で、まあ、とりあえずグラスワンダーは3連勝して、はいはいはい、4戦目に2歳チャンピオン、当時はまだ3歳だったんだけど、はい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 、2歳チャンピオンを取って4連勝します。4連勝強い。4連勝。だけど、普通ここだったらお休みして、皐月賞、ダービー、菊花賞とこの三冠ロードが待ってるんだけど、この目標ないんですよ。なるほど。だけどもね、ちょっとグラスワンダー故障しちゃうんです。お、お休みになるんで、はい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 、この時に同じ年で世代でエルコンドルパサーってのがいる。エルコンドルパサー出ますね、はい、同い年です。これ同い年なんだ。で、はいはい、この馬もデビューから連勝して強い馬なんですよね、はいはいはい、だけど、まあ、エルコンドルパサーはね3戦目までダート走るんです。3戦目までダート、ダート走る。なんかちょっと今うちのね大女優が帰ってきたんですごい、ちょっとかがんで下通ってください。これカメラずらさないでくださいね。ぶつかんないんですよ、なんか入ってくる。エルコンドルパサーデビュー1戦目2戦目とダート勝ちます。はい。で3戦目がね、確か3戦目だと思うんだけど、本来共同通信杯っていう、まあ皐月賞へ向けてのステップレースなんだけど、はい、この年僕記憶よくあるんだけど、大雪が降って芝のレースができなくて、はあ、ダートだけで行われたの。だから共同通信杯はたまたまこの年ダート。ほう、だけどダートで3連勝して4戦目かなんかに初めて芝を使う、ね、だからこいつはダートかも。アメリカ馬なんで、このエルコンドルパサも外国馬、外国馬って重厚なんですよ血統が。なるほど。でアメリカはダートなんです、はい、あ、そうなんだ。だからこいつはもしかしたら芝はダメかもと思ったんだけど、芝のレースも圧勝します。あ、強い、はい、で結局グラスワンダーと同じで無敗の状態でいるんです春は。うん、3歳か当時でいう4歳の春までは、はいはい、うん、もうちょっと今頭入ったかもしれないからね。もういいですよいいですよ、はいはい、まあ、無敗でいます、はい、でもこれもう一つお話があって、実はこの2頭に乗ってるジョッキーが一緒なんです。エルコンドルパサーと的場仁っていうベテランのジョッキーなんですけど、ほほ、どちらもが乗ってる、はい、でエルコンドルパサーは別に故障しないんで、春の目標である NHK マイルカップっていう G1 があるんですけど、うんうん、昔はなかったんだけど、これをとりあえず G1 をまた勝ちます、うん、でここが初 G1 になる。エルコンドルパサー、うん、はい、でエルコンドルパサーもお休みに入ります、はいはいはい、秋に、はい、でもう一つ普通の、もう要するに日本馬ですね、にスペシャルウィークっていう、はいはいはい、だ要するにこの3頭がまあ3強じゃないですけど、ただ2頭は外国馬、グラスマンドとエルコンドルパサー、そうですそうです、はい、でスペシャルウィークはダービーを勝ちます。そうか、純血、はい、サツキ賞も2冠馬なんですよ。菊花賞はちょっと惜しくも負けちゃう、星雲スカイっていう馬で負ける。あ、それも聞いたことある。はい、はい、まあ、この馬と、はい、だ結局この3頭が同じ世代にいると、うんうんうん、ほんで休み明けです。グラスワンダーはまあ治ります、はい、でエルコンドルパサは普通の夏の休養明けです、はい、毎日王冠っていう、まあ、要するに秋の G1 に向けてのステップレースが東京の芝 1800m で行われるんですけど、はいはい、ここにエルコンドルパサーとグラスワンダがエントリーしてるわけです。ぶつかった。さて、そしてつでにもう一頭いるのがサイレンス鈴鹿です。うわー、聞いたことありますよ、はいはい、はい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 。これあのスペシャルウィークは菊花賞の路線に行ってるんで、もうここにはいない、関係ないですね、はいはいはい、だけども
外国馬は目標レースがないから、まあ、まずそこに行くと、うんうん、ほんで的場仁ジョッキーは決断になるわけですよ。でこれね、こういうことはよくあるんです。同じ例えばクラシックを目指してるけど、うんうん、2,3 頭の手馬の中から、まあ、何かを選ぶと、はい、一番強い才能ある馬を選ぶと、はい、まあ、こんな感じでジョッキーで選ぶ、まあ、今で言うとルメル騎手なんて馬いっぱいあるんで ね、 ですね、まあ、なかなか選ぶのって難しいんですけど、はい、まあ、この時2頭いた。しかもどちらも負けなしですよ。そうですね。でだけどこれはね、すごく尾形調教、グラスワンダーの調教師さんと尾形調教師なんですけど、はいはいはい、もうこの人がすごくいい人で、要するに休み明け、故障明けなんですよ、グラスが。グラス、はい、だからいいぞ向こうに乗ってっていう、的場さんに、うん、ベルコントロパサに乗れと、はい、でその時のために、まあ、もうグラスワンダーはもう海老名正義ジョッキーっていうんですけど、くしくも今年引退したんです。でこのジョッキーがちょうど売り出し中だったんですよ。めちゃくちゃ売り出し中、はい、で、まあ、今でいう川田ジョッキーぐらいの感じで、もう本当にもう年間リーディング1位になれるんじゃないかぐらいの売り出し中の機種で、はいはい、この人にはもうすでに言ってあったんです、大型調教師は。的場がもし、あーなるほど、エルコントロパサに乗るときは頼むわっていう感じでは言ってらっしゃる。クラスに海老名さん、うん、だけどエルコントロパサ陣営も、あの的場がグラスワンダーを選ぶんであれば頼むわっていう話海老名さんも言ってた。だから海老名ジョッキーにしてみればどっちかには乗れる状態だ。なるほど、はいはいはい。で的場ジョッキーがどちら、これ本当に悩んだらしいです、はい、もうね、奥さんにまで相談したらしい。人生だけ。奥さんは強い方に乗ればいいから、まあ、当たり前のそりゃまあね。そしたらどちらも強いだだだだ、で先を考えてもどちらもすごいと、もうどうしていいかってなったんですよ、はい、でまあ一夜明けたんですよね。的場騎手が選んだのはグラスワンダーなんです。グラスワンダーでした。はい、グラスワンダーを選びました。ちなみにきっかけとかは分かんない。いや、ない、分かんない。そのことは分かんない。まあ、とにかくグラスワンダーを選ばれた。はい。で、まあ、毎日王冠ですけど、はい、勝ったのはサイレンスズカ。ぶっちぎりました。ぶっちぎりです、ぶっちぎりです。でも、前評判っていうか、その時のレースは一番人気がグラスワンダーだ、エルコンドどっちかだったと思う。サイレンスズカが一番人気ではなかったと思いますね。え、その時はサイレンスズカはもう強い馬だっていう認識は、はい、あ、もう、あの、上り馬って言って、ちょっとね、秋に向けていい感じで来てる馬だったんですね。じゃあ別にダークホースってわけでもなかった。ないです、ないです。はぁ、こう逃げかましてね、うん、サイレンスズカ、はい、ほんでエルコンドルパサーが2着だったのかな、はい、でグラスワンダーは5着に沈んでるんですよ。だいぶ沈みました、ね、もう最初の選択で負けちゃったんですね。的場ジョッキー、なるほど、はい、ほんで続く、レース、もうここで負けたことによってグラスワンダーはジャパンカップに出る予定だったんだけど、うん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 、ちょっと1回白紙にするんです。あれちょっと調子悪いな。確かに。でアルゼンチン共和国杯っていうレースを使うんですけど、まあ、G2 のハンデ戦で、まあ、そんなその一流の馬が出てくるレースではないんですよ。まあ、G2 ね、はい、でもここでも負けちゃうんです。おろろろろろ、負けちゃう。次が有馬記念、これはファン投票なんで、はい、でも有馬記念だとちょっと人気も下がる、うん、でもそこを勝つ。どうよくわからないことをする。ただもうエルコンドロパサはいない、そのレースには出てないですね。あ、もういないんだ。ですね。だからとりあえずグラスワンダー勝った、はい、ほんで翌年ですよ、はい、翌年の春、はい、宝塚記念って春のグランプリであります、はいはい、ここでスペシャルビクトリー窮地になるんですよ。一騎打ち、はい、これまたグラスが勝つんです。勝つんだ、はい、はあ。ほんでまた結局その年の、有馬記念も2連覇するんです、ね、うん、わあ強いな、強いな、ね、はいはい、だからね。でエルコンドルパサワーというとジャパンカップを勝って凱旋門賞にまで出るんですよ。わあ行っちゃった、うん、っていうやっぱちょっと一瞬グラスよりちょっと上を行くようなとこあったんで、まあ、僕的に言うとねすごくあーっていう気持ちあったんです。もうできれば的場ジョッキが選んだグラスが強いっていうのを証明してほしいなっていうのはあったんですけ ど、はい、まあ直接対決っていうのはもうその後なかったんですよ、はい、グラスワンダーもね、はいはい、ただスペシャルウィークにはエルコンドルパサーもグラスワンダーも一回も負けてないんですよ、はい、っていうちょっとねそういうのもあって、まあちょっとね、まあ、今後外国馬については、まあ、またどっか機会があれば競馬のところあたりでも話したいと思うんで、関連する馬いっぱい出てくるんで、あ、そういうことですよね、はい、まあとにかくそういう時代があったと、クラシックに出れない外国サンバっていう時代がね、そうはいはい、っていうのお話ですけどね。で、まあ、ちなみにね、はい、僕の中学の、担任の先生が、ね、的場仁ジョッキーの仁、はい、という同じ名前の、はい、立山先生っていう、立山仁先生、立山仁です。自己紹介の時、立山仁、的場仁と同じ字を書きますって言ったんですけど気づいたの大体僕しかいなかったで気づいたんだ、はい、中学時代で。その先生ね、サッカーやってないのに、はい、まあ、サッカーの顧問やってて、サッカー部の顧問やってて、はい、なんか鉄棒が大好きで、いつも鉄棒のところに腕を引っ掛けて、はい、半分そのなんつうのかな、体を乗せるこういうような仕草をいつもしていたと、はい、まあそんな感じの先生でね、はあ、でなんかちょっと金髪先生にリスペクトしてんのかなんかわかんないけど、はい、やたらちょっと喋り口調が似てるっていうようなそんな先生がいた、はい、それが的場仁ではなくて、本当に関係なくなっちゃった翼チャンネル、チャンネル登録
よろしくお願いします。